産経ニュースの記事から、岸田文雄首相は2022年3月27日防衛大学校神奈川県横須賀市の卒業式に出席し、自衛隊の最高指揮官として卒業生約480人に訓示した。首相はロシアによるウクライナ侵攻に言及し、国際秩序の根幹が脅かされている、事態の展開次第では世界と我が国が戦後最大の危機を迎えると強調、力による一方的な現状変更をインド太平洋、とりわけ東アジアで決して許してはならないと訴えた。首相は中国について東シナ海、南シナ海で一方的な現状変更の試みをやめることなく、むしろ深刻化させていると指摘。北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射に関しては、我が国を取り巻く安保環境は格段に厳しさを増しているとの認識を示した。こうした現状を踏まえ、首相は年末までに改定する国家安全保障戦略 NSS などの戦略3文書の検討を加速すると表明。我が国の領土、領海、領空、国民の生命と財産を断固として守り抜くために、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力を抜本的に強化すると強調した。以上が記事の内容。ここからは試験になる。今年の卒業生は479人中、任官を辞退したのは72名となったそうだ。任官する卒業生は幹部候補としてこの国を守ることはもちろん、世界平和のために大いに活躍してほしい。日本が自ら防衛できるようになるには、国防強化は基本中の基本である。同盟強化、友好国との協力を進める必要があるが、日本には集団的自衛権もなく、憲法の制約で他の国と協力することすらできない。岸田総理は卒業生への訓示の中で、我が国の領土、領海、領空、国民の生命と財産を断固として守り抜くために、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力を抜本的に強化すると言っているが、先日きっぱりと核シェアリングは議論しないと発言している。これからの安全保障において最も重要となる抑止力についての議論を真っ先に排除しているではないか。自衛隊の最高指揮官である総理大臣が卒業生に政府の最も重要な責務の一端を担ってほしいというのは、誠に無責任と言わざるを得ない。彼らに責務を求める前に、
自分自身が国民の生命財産を守る施策を示す責務があるのではないだろうか。何でもかんでも選択肢を排除せずに検討ばかりで、多くの国民が岸田総理のことを検討しと揶揄していることを自覚しているのだろうか。就任してまだ半年も経たないが、その間に世論の反発を受けて180度方針転換した政策は一体いくつあると思っているのか。人の意見を聞くのが特技だと自負しているようだが、裏を返せば優柔不断であるということになる。今の日本に優柔不断な指導者は全く必要ない。必要なのは的確な判断力のある指導者である。自民党の公約に防衛費を GDP 比 2% 以上を目指すとあったが、蓋を開けてみれば来年度の防衛予算は 0.98% と発表された。一気に倍増しろとは言わないが、せめて 1.2% ぐらいには増やすべきではないのか。ロシアのウクライナ侵略が現実となった今、日本は準有事になったと言っても過言ではない。このタイミングでの日本の総理大臣が判断力の欠片もない人物であるというのは悪夢以外の何者でもない。今回の任官自体の72名は過去2番目の多さというが、安直に彼らを批判するのはどうかと思う。人それぞれ個人の事情というものがあるのだろう。自衛官にはならずとも、修学中に学んだ国防意識を持って将来の日本のために活躍することを願ってやまない。卒業生の諸君、日本の将来の平和は諸君の双肩にかかっていることを自負して任務を全うしてほしい。卒業おめでとう。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、いや、戦後最大の危機ってもう来てね。その前に中国が台湾攻めた時の心配しろや、あらゆるというなら核武装についても議論せえよ、北方領土や竹島は武力によって現状を変更されている真っ最中、むしろ今なら千島と樺太とっても許される、自国の防衛すら米国頼みで対ロ独自外交を模索すらできないのではな。現状変更許さずって北方領土も現状変更なしかよ。任官拒否はあれこれ批判されるけどいいと思うよ。国防の見識を持った人材が多岐の分野に広がるのも国益にかなう。だったら軍事費 GDP 比 2% に上げて徹底的に軍事力強化しろや。具体的な方策は無策なのね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。
チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。